ピンポン。ライフハック、はい、ライフハック。なんやねん、お前。生活をより便利に豊かにする。ライフハック。よろしく、あかりちゃんも一緒に。絶対嫌や。あかりちゃんも私と一緒に叫んだら、きっと視聴者さんも喜びますよ。そうか。イエス、せーの。ライフハック。おめえも叫べや。うちだけ叫んで、恥以外の何者でもないやん。じゃあ、上塗っときます。てめえこら、今日はこんなライフハックをご紹介します。人生を左右する、自己肯定感を高める5ステップ。なんや、ちょっと気になるやん。ステップ1、ありのままの自分を認める。ありのままの自分を認めるとは、自分の良いところだけでなく、嫌だと思うところや弱点短所、コンプレックスってさっきからどこ映してんだこらー。お前の弱点である頭を映してくれてんだよ。カメラさんに感謝しや。ありがとう。ほんまこいつアホやな。で、あとの4ステップはなんや。あとは、ありのままの自分を受け止め、自分を大切にし、自分の価値を感じ、自分を信頼し、私は神だ。数十秒で増長する幅が大きすぎるわ。私は新世界の神になる。別方向に行くんじゃねえ。ピンポン。最近の個人的ニュース？そうですね。うん。両親がラオスで象使いの免許を取得したくらいですかね。なんかすげえこと起きてんな。てかどういうことやねん。こういうこと。ラモスじゃねえか。しかも画像内の要素が全部適当すぎんだよ。てか象使いなのになんで映ってるのはゴリラなんだよ。てかこれドンキーコングじゃねえか。ふざけんな。エクセレント、しばくぞ。たく、先生本人の個人的ニュースはなんかないんか？指の関節何回でも鳴らせるようになりました。どこで自慢できるんやそれは。あかりちゃんはなんかないんですか？個人的ニュース。うちか？せやな。あれや、つい最近バザーに行ってな。かわいい帽子100円で買ったんや。かわいい帽子100人を買った。言ってねえよ。絵面が怖すぎるだろうがバカタレ。みんなで般若心経を読むんですかね？その掘り下げ絶対いらんやろ。で、個人的ニュースというのは？だから、かわいい帽子をバザーで安く買ったことって言ってるやろ。え、いつも寝てる時に抱いているクマのぬいぐるみにブヤマルという名前を。うわぁ、何を言っとんじゃボケー。いやだってそう聞こえたから、お前の耳の改ざん壁どうにかしろ。あ、じゃあ、この前うちに泊まった時にベアマルがいなくて寝れなくて泣きそうになってた話はしないで。マジでやめろー。ピンポン。ついに買ってもらいました。スマホをついに買ったんか。先生今までガラケーやったもんな。イエーイ。わかったから落ち着けや。急に落ち着かれても反応に困るな。でもなんでずっとガラケー使ってたんや。それはお母さんがスマホが頭悪くなるからダメって。おう、意外と厳しいんやな。まあ、おのおの考え方注文があるから、うちからは何とも言えんが、実はお母さんも一時期スマホを使ってた時期があったんですが、そうなんか。でも、スマホを始めてからなぜかあんな感じに。ああ。フォローは？すまん。じゃあ、今は家族全員ガラケー使ってるんか？はい、この機種使ってます。え、これ何か知ってる？バナナ。ネイティブやめろ。え、でも美味しいですよ。やっぱりバナナじゃねえかボケ。バナナー！飛びつくな。猿かお前は。失礼な。誰が猿ですか？ウッキッキー。下の目も乾かねえうちにてめえ。でもなんでこのタイミングでスマホ買ったんや？スマホ使ったらアホになるんやろ？もうアホだから。わかってんじゃねえか。フォローは？ねえよアホ。まあ、先生は天才ですから、スマホを使っても大丈夫だとお母さんが判断したんですよ。はあ、まあいつものボケは演技ですからね。スマホを使ってもそのキレッキレのボケっぷりを演じられるというか、演じるのが慣れてる流れで。面白かったらチャンネル登録してな。